今回のその展覧会のテーマが SF になります。で、これは私たちが幼い頃から未来を想像し、その夢を抱いてきたわけなんですが、LG の最先端のそのテクノロジーとだけではなくて、そのアートと融合することでより美しさというものを表現したいという、そういう目標の中で行われたものになります。センシング・ザ・オブ・ザ・フューチャー、人間とその自然との関係性というものを取り入れた光のインスタレーションを発表しようとしています。人間がその感じることのできるその感覚というのは、形だけではなくて、いろんな、光や香りやいろんな要素があると思うんですね。最も重要な要素として私が考えているのが光なんですよね。で、OLED は LG が作り出したその自然に最も近い光として生み出されたものなんですが、巨大な壁によって空間の中で表現しているような感じになります。椅子というのは今まで歴史に残る建築家やそのデザイナーたちが自分の考え方をその象徴するようなものとして挑戦してきたわけなんですが、でその象徴するような要素をまた未来に新しいクリエーションを生み出したいなと思ってます。それで名前が SF チェアになります。それが両面に発光していて、美しいその自然のその光そのものを繊細に映し出すような椅子になってます。이번 전시 SF는 기존의 제품 위주의 전시보다는 LG의 디자인력을 보여줄 수 있는 예술적인 컨텐츠로 준비를 했습니다. 특히 이번 전시는 세계적인 디자이너 도쿠진 요시오카와의 협업을 통해서 LG의 기술력이 작가의 상상력과 만나서 구현해내는 미래적인 빛의 공간을 연출했습니다. 이번 전시를 통해서 LG 브랜드가 사람들의 마음속에 아름다운 경험, 그리고 새로운 가능성으로 기억되기를 바랍니다. 기술이 발전하면 할수록 우리의 삶과 환경이 편리해지는 만큼 이러한 물리적인 발전의 반대편에 있는 정신, 감성적인 만족의 중요성들이 더욱 높아지고 있습니다. 이런 정신 또는 감성적인 만족을 위해서 우리는 지금까지 해오던 어떤 기술 과시적인 디자인에서 벗어나서 조금 본질적인 디자인으로 고객들과 지속적으로 소통하고 교감함으로써 결국은 인간이 중심이 되는 공간들을 제공하고자 합니다. 디자인을 통해서 인간에 대해 배려하고 교감하고 기술과 삶을 따뜻하게 조화시키며 고객들이 진정한 행복을 느낄 수 있는 삶의 모습, 그것이 우리 LG가 만들어가고자 하는 미래의 모습입니다. 今回の展覧会でテクノロジーによって空間を表現して、またこのような SF チェアのようなものも制作したわけなんですが、最も重要なのはその人間のに感じるその感覚というか、そういうものがとても重要なんですね。最終的には本当に人それぞれが体験してきたその自然の光ですとか、そういうものが記憶とリンクして展覧会を完成していただければなと思ってますね。